会見に入ります前に、まず本市クラスター6例目の店舗名の公表についてご説明を申し上げます。本市では感染経路が把握できない場合など、感染拡大防止に必要と判断される場合には、法令に基づき店舗名の公表を行い、広く市民の皆様に窓口への相談をお願いするなど、感染拡大防止に努めてきたところでございます。このような中、本市6例目のクラスター、月曜日に発表させて公表させていただきましたが、 JJ につきましては、当初保健所においてこの店舗には顧客名簿が存在をすることから、接触者等が把握をでき、また感染経路を調査できると判断をし、店舗名を公表をしておりませんでした。しかしその後、感染経路の追跡を進める中で名簿の不備などにより感染経路の追跡が困難なことが明らかになったことから、今週月曜日に店舗名の公表に踏み切ったところです。保健所において感染経路の追跡についての適切な判断が行われなかったことから、店舗名の公表による市民の皆様への相談の働き方が遅れることとなりました。今回市民の皆様にご不安、また混乱を与えてしまったことに対しまして、心よりお詫びを申し上げます。今後クラスターを未然に防ぎ、これ以上感染を拡大させないためにも、クラスター発生時には店舗名を原則公表し、集中的な、また迅速な感染拡大防止対策に努めてまいります。なお、感染拡大防止には市民の皆様、あるいは事業者の皆様のご協力が不可欠であります。この6例目の店舗 JJ をご利用になられた関係者の皆様は、感染拡大防止の観点から至急新型コロナ相談センターへご相談いただきますよう、ご連絡をいただきますよう重ねてお願いを申し上げます。また連絡が取れておりません濃厚接触者2名の方につきましては、法に基づき検査を受けていただく必要があることから、直ちに保健所に対し、この2名の方々の把握に全力を挙げるよう改めて指示をいたしました。それでは本日第31回新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催いたしましたので、その内容についてご報告をさせていただきます。まずリスクレベルについてご報告をいたします。本市では先週10月13日から10月19日までの1週間で新規感染者が28例、うちリンクなし感染者が9例確認をされました。リスクレベル判断基準に基づき、リスクレベルはレベル4、特別警報を継続をいたします。また感染の傾向につきましては、新規感染者数、リンクなし感染者数ともに前回よりも減少をしておりますものの、リンクなし感染者の割合が高く、依然として油断できない水準であることから、専門家会議の原田座長にもご意見を伺った上で、傾向を維持とするということを決定をいたしました。現状を見てみますと、前回先週との比較では新規感染者数は半減をしております。またリンクなし感染者数も減少をしておりますが、その割合は 24.6% から 32.1% に上昇をしております。次にリンクありの感染者の感染機会を見てみますと、飲食店、会食の割合が依然として最も多く、そのうち7割が接待を伴う飲食店となっております。
次に感染状況の6指標でありますが、指標の1、病床稼働率を見てみますと、10月19日現在で 42% と、前回の12日時点の 46% から4ポイントわずかに改善をしております。また重症者が発生をしていないこと、軽症者無症状者が 87.2% と大半を占めていることからも、医療提供体制が直ちに逼迫する状況ではないと考えております。こうした状況を総合的に勘案をいたしまして、原田座長のコメントにもございます通り、現時点では市民への行動自粛を促す状況ではないというふうに判断をしております。ただ市民の皆様におかれましては、引き続き接触確認アプリココアの積極的なダウンロードや新しい生活様式の実践の徹底をお願いいたしますとともに、発熱等の症状がある状態での外出や市内中心部の歓楽街における夜遅くまでの飲酒を避けるなど、感染の再拡大につながる行動を控えていただきますようお願いを申し上げます。また感染防止対策が徹底されていない特定の飲食店での会食を避けていただき、会食される際は本市がホームページ等で公表しております感染拡大防止実践点をぜひご利用いただきたいというふうに思います。先日記者会見でご報告をさせていただきましたが、今月9日から14日にかけて県と連携をいたしまして、中心市街地の接待を伴う飲食店551店を個別訪問をいたしまして、従業員の方の PCR 検査、感染拡大防止実践点の登録勧奨、また業種別ガイドラインの実践についてご案内をさせていただきました。今後は面談できなかった店舗への再訪問を行いますとともに、訪問の際に店舗からいただきましたご意見をもとに、定期的な検査の実施、検査実施日の弾力的な運用等に取り組んでまいります。飲食店等の事業者におかれましては、新たなクラスターの発生を未然に防ぎ、徹底的に感染拡大を防止するために業種別ガイドラインに沿った感染拡大防止対策を実践していただくとともに、従業員の方々の PCR 検査や感染拡大防止実践点への登録を積極的に行っていただきますようお願いをいたします。仮に検査で感染が確認をされたとしましても、保健所が徹底的に調査を行いまして、接触者をいち早く把握をいたしますことで、感染拡大の防止、あるいはそのことで早期の営業再開につながっていくということができます。また人権やプライバシーの保護には最大限配慮いたしますので、ぜひ安心をしてご相談をいただきたいというふうに思います。今後とも市民の健康生命を守るために最優先に国県と緊密に連携を図りながら、全庁一丸となって感染拡大防止に全力で取り組んでまいります。最後に現在設定をしておりますリスクレベルの改定についてお知らせをいたします。本日対策本部会議におきまして、見直しの方向性や内容について議論をさせていただきました。リスクレベルの改定にあたっては、10月24日土曜日午後7時より熊本県庁におきまして、県市合同専門家会議を開催し検討をすることとしておりますので、皆さんにお知らせをさせていただきます。私の方からは以上です。それでは質問いたします。管理者の経営部です。よろしくお願いします。まずクラスター6例目についてご報告されていましたけれども、前回、こちらのレクで教えていただいた時点では、そちら の2人の濃厚接触者に関しては連絡が取れないということだったんですが、その後、保健所から連絡した際、応答などはあっているんでしょうか。今連絡をですね、取るようにまた私の方からも指示をしましたけれども、連絡が取れてない状況であります。でこの方々につきましては、
この店舗にですね、まあ、名簿に記載された方がですねと一緒に同行された方でございます。でこの方をにお願いをしまして現在連絡を取るようにしております。で、まあ、先ほども申し上げました通り一日も早くですねこの PCR 検査を受けていただくという必要がありますので、そうしたことをですねまたしっかり要請をしていくということでありますが、現時点今私がここで喋っている時点ではまだ連絡が取れたという報告は上がってきておりません。あともう1点ですね、個別訪問で PCR 検査の案内とされているということですけれども、現状その、訪問した中での達成率とかっていうのはどうでしょうか。はい、まあ、今ですね、訪問をさせていただいておりますけれども、実際にですね、PCR 検査の方の受診ということについてですけれども、今日現在で、ごめんなさいね、あれ私の方からよろしく、じゃあすいません、個別訪問した中でということでございますでしょうか。551店舗、個別訪問をさせていただきまして、PCR の、検査を、されたという実施状況とヒアリングをできたお店が292店舗ございます。その中で実施が済んでいるというお店が49店舗ございます。292店舗は実施するとして、292店舗ヒアリング、はい、そういうお話ができまして、はい、その中で49店舗が、もう実施済みだということ、それから、未実施が243ということになります。失礼します、ありがとうございます。朝日新聞です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もうまずはこの店名公表については、市長のご判断ということでよろしいですか。はい、そうです。はい、あとはこの保健所がこれまで生前説に基づいて、受けてくださいといえば接触者を受けてくれるという対応をされてきたと思うんですが、これで対応できない、しない方がいらっしゃることが分かったので、今後は、強制力というのはなかなか難しいんでしょうけど、感染症予防法に基づいてですね、そういう濃厚接触者の方についてはですね、法に基づいた形で勧告をしてですね、そして、その勧告に従われない場合にはですね、従っていただくことができるというような、そういった規定がございます。ですのでそういった法の規定に基づいてですね、しっかり検査を受けていただきたいと思います。それで皆さんにですね、ぜひやはりこの検査を受けない、あるいは拒否をするということに対してはいろいろプライバシーがですね、やはり、心配であるとか、お店に行ったことをそもそも、あまり知られたくないであるとか、あるいはその PCR 検査を受け、検査を受けた結果ですね、そのことで陽性になった場合にですね、非常に会社も含めて家族も含めて、周りに与える影響が大きいということで、控えるようなですね、あるいはそれを、店に行ったこと自体をですね、例えば、隠すというようなことになりますと、結果として感染者をどんどん増やしていくことになるわけです。知らず知らずのうちにといいますか、ですから早めにですね、これはプライバシーも含めて個人の情報については、店舗名はこれは皆さんに利用した方々に、気づいていただくという意味でも非常に大きいですから、その利用者が特定できない場合にはですね、公表をこれまでもしてきましたし、今回もそういう判断でですね、やはり把握できない部分が出てきているということが明らかになりましたので、これは公表させていただきましたけれども、
やはり皆さん方にはですね、ぜひそういう感染症の予防をやっぱりしていくためには、この法律に基づいてですね、皆さんが協力をしていただくことがですね、やはり感染の広がりを抑えることになりますし、まあ、ひいてはそのことで例えば店舗についてもですね、そういった方々が確認がされないことによってですね、やはり店舗をもうまた再開するとかっていう時期も遅れてくるわけでありますし、そうなりますと経済的なダメージも非常に大きくなってくるということで、両方とも非常に悪い影響を及ぼすということになります。ですので、個人情報やプライバシー、それから人権の侵害につながらないように最大限配慮しながら、保健所でもこれからまた積極的な疫学調査と、それから PCR 検査の受診をお願いしていきますので、まあ、ぜひ、この熊本のですね、感染を抑えるためにもご協力をいただきたいということを皆さんにはお願いをしたいというふうに思っています。実際に発症された一番最初に発症されたのが10月4日で、対象期間も10月6日までということで、もうすでに2週間以上経過したんですが、その後この濃厚接触者と呼べなくなるんじゃないかと思って、はい、その辺も濃厚接触者というか、濃厚接触者と呼べないということではないというふうに思いますが、その、観察期間といいますか、その期間が過ぎてしまうということになってしまいます。ただその間にじゃあどなたと接触をされているか、あるいは、そこからどういう広がりがあるかということを、この公衆衛生上もしっかり把握をしてですね、やはり抑えていく必要があるということですので、まあ、これはそういう意味では法に基づいてですね、こういった調査を徹底的に進めていくことが必要だというふうに考えております。ただ今回この、まあ、時期がやはり今ご指摘の通りですね、最初の感染者が確認をされてからですね、この公表に至るまで随分時間が経過をしてしまったということで、我々は非常にこの間ですね、感染者を知らないうちにこの広げてしまっているというのは、これ行政にとっても非常に大きな責任があるというふうに考えております。ですので大変私も冒頭に陳謝をさせていただきましたけれども、今後ですね、この保健所当局も含めてですけれども、対応がですね、やはりこういう形でですね、誤った対応にならないように私の方からも今指示をしているところでありますし、また私自身もですね、やはり非常に重い責任を感じているところでございますので、この点についてですね、今後さらに改善をしていきたいというふうに思っております。じゃあ会社からお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。熊院寺の塩崎です。冒頭のお発言の中で、適切な判断が行えなかったということをおっしゃいましたけれども、例えば現時点での PCR 検査数の少なさとか、連絡先がわからない方がいらっしゃるとか、そういったことも指しておっしゃったんでしょうか。はい、指したというのは適切なというのは結局その全ての接触者が把握をできて、そして、この店舗の利用者も含めてですね、全て把握できている状態だというふうに、私も認識をしておりました。で、ところが、実際にですね、例えばその PCR 検査を受診してない、検査を受けてない方々がいらっしゃるということが判明をしですね、実態をですね、確認をしていったところですね、これはその顧客名簿というものに対して不備があったと。例えば電話番号が記載されてないものがあったり、要は連絡が全て完璧に把握できるという状態の名簿ではなかったということが明らかになったということで、まあ、この辺がですね、やはり非常に現場も認識がですね、甘かったというふうに思っております。で、私もそれを月曜日に確認をいたしましたので、これは直ちに
もう時期的に今お尋ねがあった通り、期間がだいぶ過ぎてしまったんですけれども、やはり、皆さんからのですね、そういった相談をお受けするということ、そして、公表することによってですね、やはりこの感染の広がりを抑えていく必要があるということで、そういう対応を取ったということであります。ですから、やはり顧客名簿が、今日の新聞でも報道されてた通りですね、きちっと、ありますよと言われても、それをが確実に連絡が取れるものであるとかですね、やはりそういったことについては、やはり行政としてですね、もう少し踏み込んだ対応が必要なんだろうと思います。一方で、やはり先ほども申し上げました通り、なかなかこの夜の町の飲食店の方々の、そのまあお店に行ったこと自体をですね、秘密にしてほしいとか、あるいは、そういう、従業員の方がですね、いろいろと、まあ、秘密にする傾向があるということがありますので、なかなかこの保健所の現場としてもですね、判断が難しいということがあるというのは、これは実態として、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。で、まあ、ただそういう中であってもですね、やはりこれは、まあ、私も保健所の現場の判断を尊重して、先週皆さんにも、その店舗名を公表しない理由についてもですね、明らかにしたところでありますが、さらにシビアに確認をしていくとですね、そういった不備が見られたということでありますので、ここら辺についての徹底をですね、これから図っていく必要があるというふうに考えております。あえて厳しい言い方をさせていただきますけど、例えば保健所からのご連絡が、月曜日だったということなんですが、やはりその前の会見は14日ですけども、その時点で、まあ、きちんとご確認をされるべきだったかもしれないと思いますし、まあ、あとそのやっぱり公表を決断するまでの期間ちょっと後ろ遅かったのではないかというのは、市長も言葉の節々からわかるんですが、やっぱりそう思ってらっしゃるんでしょうか。はい、先週のですね、この本部会議後の記者会見の中でですね、皆さんにもお伝えをした通り、その時点で保健所の方に私の方からですね、間違いがないかということをかなり厳しく確認をさせていただきました。まあ、その上で、あのような報告をさせていただいたということで、公表に当たらないということ、まだ、その把握ができているというふうに私自身も認識をしておったということで、あります。ただ、その保健所のいろいろな対応、それからその後の本当に、そのきちんとしたそういう名簿管理が徹底しているかどうかということについてですね、その後の報道でも、例えば PCR 検査を受診してない関係者がいるであるとか、いろいろなこともですね、報道があって、私も本当にこれは大丈夫なのかということで、再度そこで確認をして、とにかく大至急報告をするようにということで、月曜日に報告を受けたということでありますので、まあ、その点は非常に申し訳なかったなというふうに思っております。で、やはり私自身はもともと原則こうした店舗等のクラスターを化をしたということに関してはですね、まあ、当然、プライバシー等々には十分配慮しつつも、やはり原則公開をすること、公表することによって、感染の拡大を抑えていく、そして一人でもですね、感染をしない方をですね、出さないというですね、そういった、ことが極めて重要であるというふうに、まあ、重く考えておりましたので、その公表ということについてはこれまでも、まあ、できるだけ積極的に記者会見の場でもですね、それからこうした記者レクの場でもですね、公表をいろいろな形でさせていただいているということであります。ですが今後、まあ、さらにそういった点で問題がありましたので、この辺をですね、徹底をしていきたいというふうに思っています。もう一点確認したいのは、市長がお知りになったのは月曜日でしょうけども、はい、19日、その保健所としてその名簿に不備があると気づかれたのは、その提出を受けた時点、どの時点で保
それは、健康福祉局長の方で分かりますか。はい、名簿をいただきましたのが、2回に分けて受けの方からいただいております、まあ、女の方も、ご入院されているというような形がありましたのですが、2回に分けて、名簿をいただいております、そういった中で、まあ、名簿を、確認しておりました。先週ですね、はい、確認をさせていただいたところでございますけれども、まあ、そういった中で、まあ、電話番号等が連絡先がないというのはございましたんですが、まあ、同伴者の方やお店の方からの連絡先をいただけるというような判断がありましたものですから、そこで判断が遅れたというような状況でございます。その2回提出を受けた期日を正確に教えてください。確認してご連絡させていただきます。はい、よろしいですか。はい、どうぞ NHK さん。じゃあちょっと待って。住所、名前、すべて分かれば、うん、そういうのがあれば教えてください。基本的には要は、来店をした方がすべて把握をできるということ、そしてすべての方に連絡ができるということの条件が整わない限りは、基本的にお店というのは、まあ、よほどクローズしたその会員制の店舗というようなことでない限りはですね、まあ、今回もその会員そういう予約制であったり紹介制であるというようなことで、その追跡できるというふうに判断してたわけですけれども、やっぱりそれはできなかったということで、やはりどの飲食店も含めて、なかなかそれを全て把握するということは困難だというふうに思いますので、クラスターが発生をするということで、まあ、例えば5名以上のですね、感染者がそのお店の従業員あるいは利用者の中から出たということであれば、これは公表をされるということになりますので、1名でも例えば体調が不良であるとか、あるいはそういった感染の例えば陽性の方の濃厚接触者が例えばあったということになれば、早く知らせていただくということでですね、早く検査をすればそれがクラスター化しませんから、公表にはならないということになります。要は一定程度抑えられるということになります。ただ一般の飲食店において全ての顧客名簿を管理し、全く一元の方がですね出入りできないということは相当これは考えられないことでもありますので、そしてまたそこにですね、まあ当然顧客名簿等ですね、できるだけ把握していただいて連絡をしていただくように努めていただくということは非常に重要なんですが、店舗名の公表が、まあ、確かに風評被害等を恐れるという、そういったお気持ち心配もおありかと思いますが、現実的にはこの熊本市で、3月以来、公表をした店舗等々についてですね、やはり、よく公表をしてくれたと、その店舗の方がですね、そういう積極的にお客さんのことを考えて正直にいろいろなことを、つまびらかにしてくれたということが、私は極めて重要なことだというふうに思っておりますので、まあ、どこまでやれば公表しないとか、そういった点についてはちょっと、お答えしかねるかなというふうに思っております。クラスターが発生した場合は、まあ、原則公表ということだと思うんですけれども、うん、今のご回答の中で一番最初におっしゃったその来店した人が全て把握できるということと、全ての人に連絡できるという条件が整わない限りというふうにおっしゃってたと思うんですけど、それは全ての方に電話で保健所が連絡を取れるという、そういうことですね。はい、ですから店舗からの連絡が取れるということだけではなくて、保健所がきちんと積極的疫学調査で、そういうリスクのある方々あるいはその感染の恐れがある方々をですねしっかり把握できるという状態、ここが担保されるということが非常に重要だということです。ありがとうございます。あとちょっと別の話で確認したいんですけど、その別の話というか
そうです。接触者も結構多数検査していない状況、これもその月曜日まで報告がなかったということ。そうですね、あの細かな点については報告がなかったということです。で実際にあの先週の、私の記者会見 の、 あの記録等を見ていただければ分かる通り、55名の、利用者の方に対して、私自身は検査ができているというふうに、思っておりましたので、まあ、その点が私の確認が十分でなかったということであります。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。